はい、えー、前回の動画まででこちらのずっとやってきた新生出版の品質度準問題集終了したので今日からはこちらの関公式の分野別宣戦演習に入りたたいいと思まますで、えー、ともう解きましたどの分野からやろうかなって考えてとりあえず四字熟語の問題から解くことにしました。 解いた結果なんですけど、全部で270問解いて、そのうちの正解が252問。9割以上を得点することができました。一応分野別というか問題の種類別の得点なんですけど、書き問題が160問中147問正解。意味選択の問題が90問中の85問正解。 読みの問題が20問中の全問正解ということであの出題の種類別に見ても一応全ての分野で9割以上得点できています新生出版の,あの1冊目にあった問題集と重複する問題が多かったかなと思います間違えた問題っていうのはほとんどが1冊目の問題集では見たことなかった問題ですね この問題集についてもあの1冊目の問題集と同じで本当に基礎の基礎レベルだと思います今の本番の試験ではこのレベルの問題はあまり出ないと言われているので何とも言えないんですけど一応1週目で9割以上得点できたということで基礎の基礎の実力はついてきているのかなっていうのを確認できましたあの四字熟語については一級の四字熟語を 全部自転さらってまとめる作業とかもしてるので知識がまだ残ってるっていうのもあるかもしれないんですけどこちらの復習が今ほとんどできてない状態ですでなので、えー、生鮮演習をやりつつこっちの四字熟語ノートの復習についてもちょっとずつやっていきたいと思ってます。で間違えた問題の紹介なんですけど。 在在のこの「字という漢字を「新尿」をつけずに書いてしまって罰になりました。これなんとなくやっぱ覚えててああんだっけななんか違うなと思いながらそのまま書いてあやっぱ違ったっていう感じでした。でもう一つが百科正法これは常用四字熟語になると思うんですけど全く知りませんでした。 選択肢については消去法で正法しか残らなかったのでなんか正法っていうのが入るんだろうなっていうのは分かったんですけど漢字が全く分かりませんでしたえそれから連連改革の権連この連ののこ字を連絡の連で書いいてしまいましままた四字熟語辞典を改めて調べてみたら「あの連絡の連」と書いてしまう間違いが多いってあの辞典にも書いてあったのでちょっと気をつけたいと思います。 でそれからササイサイジの字の字ですねこの「字っていう字が私多分苦手であの右側の作りの方があんまり馴染みがない形なのであの微妙に違う形で書いてしまって×になりましたぼんやりしたイメージはあるんですけどあの細かい部分が思い出せないいつも思い出せないっていう感じです、えー、そして「ハラ鉄血のハラ 四字熟語のノートにはまとめたんですけどもうすっぽり記憶から抜け落ちてました腹ってどうやって書くのか全く思い出せなかったですねでこれについては意味の選択についても間違えました腹鉄血の意味は隠れた人材を見つけ出して用いるっていう意味なんですけど気力十分でリリッシーっていうのを選んでしまった気がしますねなんとなく勢いが良さそうな四字熟語だなって思ったので なんか気力十分みたいな適当に答えて間違いでした正しくは隠れた人材を見つけ出して用いる腹鉄血、まあ、腹鉄血とも読むみたいです、えー、それから意味の選択で悩んで解いて間違えてしまった問題としてはあの勢いがあり素早いことという意味の四字熟語を選ぶときに一気化成を選択して間違えました正解は霹歴宣伝でした あの「一気火星」ってなんとなく響き的に勢いがある感じがしたのでこれで選んでしまったんですけど、えー、選択肢の中に「霹靂宣伝」もあったので「勢いいいががあっっててかつ素早うう意味になると霹靂宣伝のの方が正解のようです一気火星」だと「文章を一気に書き上げる」とか「何か物事を一気に仕上げる」っていう「一気にやる」っていう意味はあるんですけど「素早い」っていう意味はないってことですかね。 これちょっと難しいなと感じました。はい、それでは今日の動画はこの辺で終わりにします。次回は書き取りの問題を一気に解きたいと思います。